あ、もう一匹来た、もう一匹。いっぱいいる。これのお風呂あげるね。想像してたのと違う大釜。キャベチャンのジジケです。はい、どうもジュンです。はい、エンシラウドを霧の刻続きやっていきたいと思います。 OK、あの後ですね、実家というかホームに戻ったら、新しいクエストが出ておりまして、この2つですね、強力な錬金術師と狩人と獲物ということで、新しい、俺も見せなきゃいけないやつじゃないか。新しい、あの家事師みたいなやつですね、 NPC を連れてこいよということで、とりあえず錬金術師の方行ってみようかということで、はい、今、とりあえずね、さっきこの間攻略した戦闘に来てますと。なるほど。はい。で、あっちの方向ですね、600メートルぐらいなんで、ここから、ダイブして行くかな。行こう。オッケー。もうガンガン進んじゃっていいんでしょ、これ。下の町みたいな。行こう。ほら。結構空気抵抗強いな。うわ、すげえプラプラすんな。いや、せめてそこのシュラウド地帯抜けたい。確かに。これあの赤い屋根の家ぐらいで集まるのが調子いいかもしれん。スタミナがない。さあ、どうなるかな。あ、大丈夫か。なんか2周目が出てきた。まあ、とりあえず越えられるわ。屋根の上に。あ、なんか農家みたいなのあるよ。楽ちん。そう、このゲームは。オオカミ、オオカミめっちゃいるぞ。畑も、あ、いて殺そう。ごめん、いて。死ぬかも。死にそうだ、じいさんが。落下ダメージ、すげえ死にそう。落下ダメージでもうやばい。ほら。ナイス。狼肉は、貴重な、タンパク源。農家ってどうやってするのかね。この畑みたいな、この枠作らないといけないかな。トマトできてるよ。なあ、こういうとこも漁りたいけど、キリがなくなっちゃうな。まあね。え？一旦行くか。トマトをゲットしたらスペシャルアイテムをゲットしたフックって出たんだけど。あ、なんか隠し扉あって、隠し宝箱あった。ナイス。回復チャネル。ついの。魔法じゃないそれ。魔法だね。アイスブートもあった。やった。お。床下収納があったこの家。隠されてんだな、結構。すごい、足が泥まみれになった。なんだこれ。お、もろこしされてんだ、もろこし。もろこしの効果はなんだ。もろこしなんだっけ、普通。もろこし筋力が上がる。焼いてこう。とりあえず気になるのは分かるが行こう。待って、なんか。トウモコロシ。避難所。だまされたから柵で囲った敷地を見た。なんだこれ。なんだこいつ。なんか埋められてるらしい、この家の近く。ハーベスト農場。ん？新しい季節。ウッドガード。みんな自由。なんか地下があるね、ここ。この、例えばここ。そこも？あ、何これ、2階がある。あ、そこ。結構広大な地下があるよ。降りてみていい？宝箱ゲット！新商品してる。ファイアーボールゲット！お、ちょうどいいじゃん。いい感じに。回復チャンネルゲット。回復チャンネルなんかね。え？回復チャンネルどっちかこれ。え、普通にファイアーボールとかと一緒じゃないの？あ、そういうこと？あ。あ、なんだこれ。切り替えどんだこれ。お、聖堂の剣、レジェンド。え、どうやって切り替えんのこれ。なんだっけね、矢と一緒なら、うん、L2 で ADS した状態で三角かな。あ、なんかいる、なんかいる。なんか変な音が始まった。あ、もう一匹来た、もう一匹。いっぱいいる。もうか。いっぱいいる。助けて。アイスボルト。俺、経験値だけどんどん増えていく。もう一匹いるぞ。行った。どこ行ったんだろう、あの人たち。ほら。ここか。さあ、子供め。これで、危ねえ。じいさん、ちょっと動かないで。やだ。
めっちゃ回復してる。めっちゃ回復してる。めっちゃ回復してる。なんと、今の。狙ったとこに飛んでいかねえんだな。とりあえず、聖堂の剣を取るところかな、ここは。これ何これ、これなんかあるよ。何これ、棺でしょ。なんか、変な隙間がある。ただ穴があるだけ、これ。穴がある。あ、はまっちゃう、はまっちゃう。かかった。かかったな。あ、出た。帰る。こいつはさっきこっから出てきたのか。もう出ていいのこれ。聖堂の剣いいね。強い。14。でも5回強化できるから。おお、5回強化いいね。これ杖とかも強化できるのかな。杖できるよ。あ、そうなんだ。うん。随分寄り道しちまったな。錬金術師が俺たちを待ってる。行こう。ここのキリンゾーンをどうするこれ。いや、行くしか、こっちから、普通にこっちから行ける。あ、そっちから行ける。いるいるいる。どこ大丈夫。ついた。ずっとファイヤーボール構えてるんだけどさ。ちょっと構えてる。あ、いる。インシエの光です。遠近術師。危ない、行って。おい、やめろ、この野郎。近すぎる。なんかいっぱいいるぞ。あ、気のせいか。ちょっと待って、耐性持ちがいるんだけど、ファイヤーに対して。撃ったらもう死んでた。あ、上にいる。うわ、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。助けて。いて、3連いる。3人もいる、3人もいる。上のやつ殺そう。え、上のやつ。何人の？じいさんどこ行ったん？下。まだ下にいるんだけど。あ、ナイス。 MP ねえのか、俺も。危ねえ。 MP ポーション使え。ナイスナイス。スクラップ。スクラップうめえな。あれ、なんかもう一個なんか変なの取ったな。間に合わせの大釜。何それ。間に合わせよ。どうせん。え、全クリか、これで。ちょっとこれ装備してみよう。地下室っていうダンジョンなのに終わったか。あ、なんかまだいる。ちょっと想像してたのと違う。なんか喋ってるね、こいつ。想像してたのと違うんだけど。いや、ちょっと待って、防御力が足りない。この程度の攻撃でノックバックする。やばい。あ、熱い。山って人がいた今。あっち、あっち。見て、想像してたのと違う大釜。何それ。あ、なんかいる、なんかいるよ。俺と同じ武器じゃねえか。二刀流だ、しかもこいつ。ほら、ウィー、もう終わりか。エリクサー持ってるこいつ。お、なんだ。え、こいつがいたところから草生えたんだけど。草生える。なんか、うわ、びっくりした。バイオみてえな声すんな、こいつら。タコ殴れ。3人ではなんかさすがに生きるな。俺は左。じゃあ俺も左。これが、開くよ。あ、宝箱。トゥルルルー。火薬だ。なんかいる。なんかいるわ。うわ、うわ、うまい。角待ちかよ。角待ち、カスやろ。角待ちしかできねえ、ゴミ。奥にね、ガンナーがいる。本当だ。ほらぁ。あ、じいさん、ボールした。トラップ食らったよ。なんか、あ、探すっていうところにスクラップがあるよ。なんか、ゴミ。これ壊すと鉄になるんだけど。え、下あるけど。上行くか。え、行き止まり。寺止まりだった。じゃなかった。行っちゃったよ。あ、ゴールっぽいわ、上が。え、なんか見覚えのあるポットがあるよ。それ俺しか触れないやつ。あー、いるいるいる。
壁はめアイスボルト。何程度の攻撃でノックバックしてんじゃねえぞ。一でいったー。もういねえか。いなそう。いないんじゃない。あ、修理できる。本当だ。あ、いますね。おお、目覚めた生存者。え、でも地下、地下じゃねえんだっていう。ね。バルターツァー。地下室っていうよりな。え、でも地下は、ま、地下もあったよ。なんなら上まだ行けるしな。地下も行こう。もう全部行こう、とりあえず。しゃぶり尽くすか、この塔。これあれか。こっから飛んで帰ってね、みたいな感じかな。あー、出口？出口で。ですかね。地下行く、地下行くか。いけ。いて、そして落下の目がマジで地味に痛すぎるんだよ。かゆくやくない。何もなくてもグライダー出す癖つけた方がいいかもしれんな。確かに、本当ですか。これだって地下行くん？あの、さっきもう一段階降りて、あ、ここね。いつもなんか、あ、宝箱ありますね。どこだっけ、どこ行ったの。テロン、火薬玉。あ、ここ、よしよし。うわ、これ何？なんかある？もしかしてこれ、シャキンってなんないん？いや、これ帰る時になるやつだ。あー、なるほどね。あるある。お、あ、食物の、食物の杖、レジェンダリーがあるぞ。待っていい？よ、ギロチュンマン、レベル3。レベル3、レベル7なんだよな、俺の。あ、でもこれ簡単じゃない？いらねえな。木製の装飾弓。あ、弓はジンさんが持ってよ。余裕だったよ。一応もらっとくか。これ簡単じゃん。超簡単だったよ。灼熱杖いいじゃん。さらに杖、さらにルーモスの借りてる。これルーモスだね。ファイヤールーモスレベルマックスみたいな感じだね。じゃあいい、ね、ファストトラベルで帰るか。ファストトラベルでこのまま。あれ、次も行っちゃう。カリードも行っちゃいます？行っちゃいます？カリード。18分だったね、今の。あ、カリードそっちですね。じゃあ、塔に一回戻りますか。オーライ。塔どこ？二人とも一気に出そう。戦闘だよね。と。と。お先。これ霧がないからまっすぐ行こうかな。どうせあそこだろ。目の前に見えてる遺跡。ふらふらしちゃうな、どうしても。まあ、多分しょぼいグライダーだからなんだろうな、まだ。あ、レベルもあるのかな、グライダーも。敵はいないのかな。あ、なんかいる。え、なんかでかいのいない。モフモフしてるやつ。モフモフしてるやつ。あいつさっき倒したよ。おい、意外と機敏に動くな、お前。痛えな。なんでこっち来んの。処刑された。ドロップしょぼい。なんかしょぼそうだよな。スクラップで頑張ってなさそう。西の地下室、カリウド。カリウド。こっちが地下室か。もう一匹でかいのがいった。なんか杖持ってる、でかい。おい、魔法撃ちそう。シャーマンだ。体力はやはりないな。めっちゃ火が効果的だね。うわ、後ろからもう一匹来た。もう一匹来た。来たんね。いや、また地下じゃなさそうだぞ。なんだな、こいつら。地下といつ全然地下にいねえんだけど。あ、なんだ、なにこれ、罠？罠？あ、死んでる。死んでる。こんなしょぼいトラップで死んだのか、こいつら。血のなさそうだからな。え、どうしよう。フック。あ、フックか。あ、これか。大体あれだね。左見てくるね、俺。どうせ繋がってるだろう。どうせ繋がってるだろう。よっ。よっ。あ、いた。あ、いた。今回は誰もいないのか。え、もうゴールや。ゴールじゃない？ポットあるで。カリードの位置。こっち開いたぜ。なんもねえのか？え？カリードゲッチ。アサランスクリー。アサランスクリー。なんかさっきみたいに隠し。殺者グローブ。装備がこれで隠しないの。隠し。あんじゃないこれ上。隠し地下とかないの。
あんまねえ。あんまねえ。しょぼいな。あ、フックフックフック。お？ん？フックここ反対、入り口側のとこ。ああ、ほんとだ。こっちだ。実は。スタミナがねえ、今。やほう。結構掴んだな、スタミナ。うん、登れよ。登れる。ちょ、邪魔すんな。邪魔すんな。邪魔すんな。そこは一緒。やばい、ちょっとやめろ。ほらくそ。あ、ほら、なんで降りてきた。サビじゃなくなってんじゃないか。俺もね。何があるんだい。さっきは金の宝箱があったからな。今回もないと、お話にならんぜ。何もなさそうだぜ。スタミナか。スタミナが全然隠しない。え、何もなくね。何もねえなぁ。これは確かにゼルダっぽいな。え、何もない今。危ない。あ、一個落ちちゃった。助けて。上がれない。ん？上がれない。この上行きたくない？行きたい。俺も行けない。え、なんもないことある？マジで。あ、ここに宝箱あるよ。でもしょぼそうだな、これ普通。シラードのサバイバル瓶。外壁なんかあるんじゃない？外壁か。しょぼ宝箱は1個あったけど。こう、行ってみたいと。ここはないな。裏に行ってみようかな、俺。届け、オッケー。何もなさそうだね。行って。瀕死の重傷な人がいるんだけど。このここなんかあったっけ？うん？上？めっちゃ暗い。そこだ、敵がいたとこだね。だから僕はあったね。暗くて、しょぼ宝箱だわ。場所がわかんねえ。まあ、とりあえず助けたし帰るか。一旦帰るか。いや。探す。うるさい。一旦戻っていいじゃん。いいよ。ちょっと待って、なんか俺、アスレチック見つけた。さよなら。この先に一体何が。あったね。ああ、落ちちゃった。錬金術師のおじさんよ。生まれろ完了。意外とテンション高いな。杖とスペルについて。大工。あ、大工？ああ、やっぱそうなんだね。魔法に、あ、魔法。おぉ、ファイヤー。あ、ファイヤーブライスウィート。何？おいしい。牛の子。あ、魔法未来ハット欲しい。作れる。霊体ステッキ。霊体ステッキ。俺の師匠いないかな、早く。本のコレクション。カリドこっちに出しようか。カリドこっちね。俺のカリード。師匠。女？女っぽいね。女っぽいね。聖書と思いね、これ。塩探し。クラフト。乾燥だな。おお、怪我感を感じ、さらに格好可能とする。あ。偵察者チェスト。油の体罰とかあるね。トロフィー作れんじゃん。ジャーナルがめっちゃ増えた。あ、これで。農業を教えてくれる人もいるらしいよ。お、ついに農家を見つけるってのが書いてある。永遠の魔法。大工と。ゴリゴリに増えたな。あ、じゃあ錬金術師がいるからあれじゃない？霊体ステッキ。あ、乾燥した毛皮って乾燥棚作れってことね。ちょっと紐1個作る。ほら、作ろう。あと紐。2個だけある。見て。何？グルフィンドール。グルフィンドール。セナ。セナじゃないか。
完全に肉体系の魔法使いなんだよな。肉体やすい。ムキムキしすぎるだろ。火打ちしとってから。あそこのね、穴開いてる。ここ、ここ、ここ。どっち違う。俺が採掘場所。ここ。ああ、いいね。乾燥した毛が、あ、これで、あれか、いろいろ服が作れるようなのかね。塩ってどうやって作るんだろう。塩どうすんだろうね。なんかを砕くんじゃないの。なんか持ってはいるけどさ、一個。はい、砥石作りましたよ。ちょっと待ってください。砥石で何すんの。塩じゃんじゃない。ああ、そういうことね。ああ、そういうこと。砥石ってそういうことね。模範的なあれかと思ってた。骨粉が作れるだけっぽいね。塩関係なかったわ。塩を確保したいな。霊体積力17、威力17、作業台とか作業台強えな。これかちょっとさ、あの食い物入れる箱1個作ってよ、フランキー。俺フランキー、俺言ってる。フランキーが返事しねえよ。うちのフランキー。俺言ってる。そのうち料理人を仲間にするとか出てくるし、どうせ音楽家も仲間にできるのかな。考古学者は、考古学者もいけるのかな。ちょっと待って、これいらないもの預けないと俺の荷物がパンパンパンやで。ちょっと弓どれが強いのかがわかんねえ。いらねえ武器とかもさ、なんか捨てさせてほしいよな。あ、バッグが作れるようになった。小さなバッグ、来た。あっち。欲しい。でもこれ、これ塩がいっぱい必要です。乾燥した毛皮。あ、乾燥、これね。これを作るのにね。そう。塩どうやって作るんだろうね。塩、さっきはなんか拾っただけだったけど。そう、拾っただけなんだよね。なんかを砕くんだろうね。今これプラス8されるらしいぞ。でけえ。でか。1列ってことだろ、これ。シュラウド液ってどれぐらい入ってたっけ。結構入ってたよ。使っていい？使い当てないよ。アイスボルトを作れるんだよね、シュラウド液で。どこだ？シュラウド液どこ？あ、これか。スナップがマジ足んねえ。超作れた。ん？なんか水のオーラ1個とさ、シュラウド液5個でさ、アイスボルト50個作れたんだけど。まあそれぐらい打つってことなんじゃないの、ね、やっぱ。どんどん打てってことか。どんどん打てってことよ。樹脂ってある？タールと樹脂。樹脂はいっぱいあるよ。メロさん、これ矢を変えるのどうすればいいの？ADS した状態で三角。三角らしいよ。あ、三角ね。オッケーオッケー。タール1個と樹脂10個。樹脂どこだ？え、胴体着てない人誰だっけ？はい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 。はい。俺のお風呂あげるね。あ、じいさん遠いわ。やったー。俺自分で作りたい。塩が欲しいだから。ドワーフじゃん。ドワドワーフだわ。ただのドワーフで。ピッケル持てよ、ピッケル。ピッケル持ってないや。ゴブリン。ゴブリンみたいになって。やば。まだたくさん生存者が助けを待ってるらしい。ジジイがなんか言っとるわ。じゃあズボンだけ作ればいいかな、とりあえず。ズボン欲しい。あ、修理しよう。ほんと、蜂の巣浮いてる。蜂の巣浮いてるっしょ。じゃあまあとりあえず一回閉めるか。閉めよう。森暮らし。森生まれ森暮らしみたいな格好してんじゃねえよ。
面白すぎるんだよな、格好。うわ、独学で学んだ魔法使いそう。何年か前に偶然やってきた魔法使いから教わった魔法使ってそう。これ魔法使いじゃねえわ。かっこいいだろ。これからだから、魔法使いの服が出来上がればこれからかっこよくなるから、俺も。あぶねえ、怖。はい、というわけで、じゃあ今回はね、錬金術師と狩人を救出したということで、はい、あとまだ何人かいるっぽいので、大工か、大工を見つけるということなんで、ね、大工と農家、はい、まあこの拠点もだいぶね賑わってきたので、まあまたちょっと作ったばっかりだけど、まあ、広げる人が出てきそうな気はするけど、職人部屋作って、職人部屋、職人部屋作るか。はい、まあそんな感じでちょっとずつまた広げていきたいと思います。はい、はい、ではまた次回、大工見つけ編ですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。バイ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 。アイスボルト。